Much World Studio。今夜も始まりました。夢を語っていいですか。今日は千代田区平川町にある麹町 K5 スタジオから皆様にお届けさせていただいております。私は本日もナビゲーターを務めさせていただきます。体と心を温めるあったかいプロジェクト、村岡俊恵と申します。さて、毎回素敵なゲストの方をお招きして夢を語っていただくこの番組、今日はですね、東日本大震災1年経ちました。1年間、そして今支援活動を通じて改めて思うことということで、今日はですね、お二人のゲストの方にお越しいただいております。ご紹介させていただきます。はい、ソーシャルツアー諸岡智弘さん、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、そしてお隣はとても華やかな素敵な女性でいらっしゃいます。メディアサーカス佐久間由美子さんでいらっしゃいます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、今日はこのお二人なんですけれども、このお二人共通点があるんですね。はい、お二人とも本当にこう東日本大震災をの以降の本当にこう支援活動っていうのを本当に1年間それぞれの立場でやってこられた、そのお二人だからこそ今改めて語れること、そしてこれから先の展望について、語っていただきたいなというふうに思います。はい、やっぱり全くこう支援活動っていうものがね、こうどういうことをやってるんだろう、でこれから先どういうことが必要なんだろうっていうところで、こう分からなくなってしまっている時期かなっていうふうにもちょっと思うんですね。なのでその辺に関してもご経験上からこれからの展望お話を聞かせていただけたらすごく嬉しいな。私ちょっと個人的に今日は興味深く楽しみにしておりますので、よろしくお願いいたします。そしてですね、先ほどもう打ち合わせの段階でもかなりこう盛り上がりましてね、だから今日もね45分で番組を終わらせるっていうことが私のミッションですので頑張ってポイントポイントを押さえていきたいと思います。とにかく45分という限られた時間の中でお二人のビジョンをお聞かせ願えたらと思っておりますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、今日もユーストリームということで皆様からのツイッターでのご参加をお待ちしております。感じられたこと、また聞きたいことなどございましたら、どうぞ皆さんツイッターでご参加いただけたらありがたいので、よろしくお願いいたします。はい、じゃあさて早速お話を伺ってまいりたいと思いますけれども、佐久間さん、はいはいはい、先ほど、ね、とても緊張するっていうふうにおっしゃってたんですけれども、してます。全然緊張してるようにはこう見えないっていうのが、まあ、佐久間さんの素晴らしいところであり、どうなんでしょうね、はい、ですよね。で佐久間さんのね、本当にこう先ほどちょっとお話を伺っただけなんですけれど も、 もう本当に素晴らしい活動をされてきてるなってちょっと思っていて、もともとその震災前から社会貢献事業というものを、まあ会社の活動であり、まあ個人の活動としてやられてたっていうことで、そのじゃあ震災前の活動、そしてまた震災後どういった変化でどういった展開になられたのかっていうのをちょっとお話しいただいても嬉しいですか。社会貢献という意味で言うと、2005年に新しい形のフランチャイズビジネスっていうことでたい焼き屋さんを作ったんです。はっでたい焼き屋さんも、はい、まあ、いろんな工程がありまして、はい、たい焼き屋さんをひょんなことからすることになったんですね。はい、でそれはただたい焼き、普通のなんだろうな、イメージしてる、まあ、お祭りとかとショッピングモールとかにあるたい焼き屋さんではなくて、町の中にの、こうコミュニティを作れるような、そういうきっかけ作りができるたい焼き屋さんがやりたいなということで、それが始まったのが、はい、
2005年だったんです、はい、まあ、あのそれが、実はあの普通のロイヤリティっていうフランチャイズなので、はい、ロイヤリティっていうものを納めつつもう一つの貯金箱を作ったんです。それを毎月それを貯めて、年に1回いろんなところに還元をしていこうという、そういうあの、はい、あのプロジェクトを作りまして、はい、まあ、みんなで作ってそれを運営しているっていうのが一つで、それをあのそのきっかけになったのは実は2000年ぐらいにあの女性のための企業支援セミナーっていうのを杉並区さんと一緒にやらせていただいてたんですよ、4、5年、はい、それで、まあ、私もちょうど企業、まあ、その時ちょっと雇われ社長をやってたんですけども、やっぱりあの起業するっていうそのプロセスと、あと女性が、うん、仕事を持つっていうその感情を、カリキュラムにする時に結構、まあ、苦労したというか、普通の、まあ、マネジメントとかそのマーケティングとかそういったあのよく MBA の教科書にあるようなことだけを教えても、女性ってそうじゃなくって、そういうことじゃなくってもっと違う幸せが欲しいのよっていうか、隣の人の幸せを私はあのその人をなんか応援したいから仕事をしたいとか、はい、そういうことで女の人って仕事に入っていくのがとても多いんですよね。女性的な目線ですよね。そうそうそう、はい、でそれもそんなことで、まあ、あの企業支援セミナーということをずっとやってたっていう経緯があって、それでこれからじゃあ私が起業するとなったらばどんな会社を作ったらいいのかなとか、そんなことを考えながらあの、まあ、自分で起業したっていうのはその後になるんですけど、もしかするとその女性のための起業支援セミナーっていうのをやっていたことがその社会貢献っていうことをよく考える時間だったりとかしたと思います、はい、だからあこれはただのロイヤリティで、うん、あの支払うんじゃなくてその中の一部を、例えば1店舗でもでね、あの1年間で24万人しかならないものでも50店舗集まれば結構な金額になりますよね、1000万とか、そういうふうになった時にもっとちっちゃな力が束になればもっと大きなことができるんじゃないか、はいはい、まあ、そういうことをちょっとやっていたということがありました。なるほど、はい、ですよね。やっぱりその佐久間さん の、 そのビジネスマンとしての目線と、また一人の女性からの女性目線とが本当にこう融合して、だからこそできる、ね、女性のこう起業支援ですよね。なるほど、そんな感じでちょっとこう社会貢献を感じてきたんですけど、社会貢献ってね、こう大きな風に 言うんだけど結局は本当にこうモチベーションの発端は誰かのために何かがしたいっていう気持ちですもんね。そうなんです、本当に。だからまあ今回震災があって、はい、まあ、私は生まれが福島なんですね、はい、だから最初、まあ、親とも連絡も取れないし、そうですよね。それで、はい、まあ、原発の問題もあるし、そうですよね。それであの私なんかいろんなインターネットとかテレビとかいろんなところから情報を取るととんでもないことになってるっていうことを見えるじゃないですか、はい、だけどそれを早く家族に伝えたい、だけれども全然それが遮断されている。でようやく、4日後か5日後にスカイプで、はい、あの甥っ子と連絡が取れて、はい、その時にカメラがおかげさまでついてるから、それで母の顔、おばあちゃんの顔とかもう本当に見て、あ、みんな元気だったのね、よかったわ、まあ、それがあって、はい、あのまあ、ちょっと早くこっちに避難してほしいということを伝えるんですけど、そのなんでお姉ちゃんがそんなに来てあの言ってるのかわからないっていう妹の意見、もちろん停電してるし水道もね、はい、あの止まっているし、そういった環境だからっていうこともあるんだけど、もっともっとなんか見えないこうなんかゴーストみたいなものがあるような気がするから、はいはい、早く とにかく東京に来るなりしてほしいっていうことを言ってたんですけど、まあ、あの結局は母があの1ヶ月ぐらい東京に来てくれて、はい、で、まあ、それでちょっと自分の気持ちが逆に安心して、まあ、今だったらばちょっと私ができることがあったらばしたいということで、今もう現在もう石巻であの拠点を置いて空っていう名前で活動している平田さんっていう女性がいるんですけど、彼女たちのチームがあの向こうに行くっていう時に連れてってほしいというふうにちょっとお願いしましてですね、はい、でそれはちょっとどうしてかというと、
たい焼きをみんなにあったかいたい焼きを食べてもらってあったかくなってほしいなっていう気持ちだけだったんですよ、はいはいはい、でもまあたい焼きだと量産できないからじゃあお汁粉だったら大丈夫だろうと思って、うんうん、まあうちであんこ炊いてるし、はい、でそのあんこを持って1週間石巻に行ったっていうのがきっかけだったんです、まあ、それで、うん、あの現地を見て、はい、それで、まあ、もちろん自分のこれからの関わり方っていうこともすごく考えさせられたし今までのそのやるかやらないか正しいか正しくないかとかそういうようなことが全部こう崩れてしまって自分の思いで行動しなきゃいけないっていうのがこう湧いてきたっていうのがやっぱりすごく震災があってのきっかけになりましたね。なるほど。でその震災を通じて、はいはい、あの震災以降の活動を通じて、うん、そのソーシャルツアーさんとのつながりがあったっていう、 その辺の経緯はあの、まあ、私が石巻に行くっていう時に、たまたまですねあの私は月季会っていう、 こう元気な女性たちのチームがあって、はい、月季会ですか。月季会、月が輝く会っていう、あ、いい名前じゃないですか。だいたいなんか、はい、あのリアルにはだいたい50人ぐらい月に1回会うんですけど、はい、どうやら200人ぐらいもいらっしゃるみたいなんですね、はい、でそこの中であのちょっとあのちょうどですね震災のがあってですね女の子たちで化粧品を集め始めたチームがあったんです、はいはい、口紅を、この口紅で女性たち の、 あの笑顔を取り戻したいっていう気持ちで集めた人たちがいて、でその集めた人たちに集めてるんなら私に持っていかせてほしいということでそれで持って行って、まあ、その1週間の中で石巻で、はい、あのちょっとお手伝いさせていただいたりとかしてたんですけどそれを今度報告する。でそのやり取りをしていく間にだんだんリップとか化粧品とかがとっても集まってきたんですよ、はい、それでハッピーリップスとかハッピーコスメとか、はい、最終的にハッピージュエルっていう名前で、はい、いろんなアクセサリーを送ったりとかしているんですけど、はいはい、まあ、私が2回目の被災地訪問をして帰ってきたらばあのちょっとぜひ会ってほしい方が いるということで、はい、でどんな人なんだろうと思って初めて新橋で会ったのがソーシャルツアーさんだったの新庄さんだったんです。なるほど。それで、はい、お互い全然何も知らないわけですよ、バックのことなんて、はい、全然ストーリー知らないんだけれども、とりあえず会ってそれで、まあ、とにかく今まで僕たちがやってきたことをちょっと見てほしい、それでプロジェクターで見せていただいて、はい、で私は私で何回か行って感じたことを伝えて、はい、でまあどちらかというとこう私も、うん、こうあまりこうネガティブには考えたくない方だし、ここまで、まあ、特に石巻とか東松島とか女川とか南三陸を見させていただいた時にやっぱりもう本当愕然としたんですね、うん、でも本当ここまで来るとやっぱり元に戻すんじゃなくて、うん、みんなで新しい街を作っていかなくちゃいけないなっていう、そういう気持ちにすごくなっていた時だったんです、はい、それで新庄さんがそのいろんな人たちとを集めていろんなところのボランティアをやったり、自分の、まあ、新庄さんもあの花火をねこれからそうです、ね、あの 元気になってもらいたいためにあげたいっていう気持ちをあの聞いたり、逆にそしたらば東松島の人たちが、はい、いやありがとうっていう言葉を花火に乗せたいっていう、うん、そういう情報交換をしている間にやっぱりなんだろう、空の平田さんもそうなんだけど、この新庄さんの本気度っていうか、あこの人覚悟してもうあの被災地とつながってるっていう、そのもうその一生懸命さに、はい、あの私も一肌脱ぐわよみたいな気持ちになったっていうのが最初のきっかけですね。なるほど。それから情報交換しながら、はい、女性たちから全国の女性が集めてくれた化粧品を新庄さんに託して、それで東松島の仮設住宅に持ってってもらったり避難所に持ってってもらったりとか、で石巻は空の平田さんにとか、そんな感じで、それがきっかけでした。なるほど。昨年のちょうど東松島の、うん、夏祭りの元気フェスタの前がちょっと出会いのきっかけっていうことですね。そうですね、6月ぐらいでしたね。6月ぐらい、うん、あの皆さん、ね、ご存知の方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、昨年の8月の25日でしたね、はい、20日、失礼いたしました。8月の20日にその東松島市、うん、あの元気フェスタっていうことでね、あの
花火を1万1111発上げようということで、ソーシャルツアーの、ね、まあ、新庄さんはじめ、あの本当に多くの方が本当にこう努力をされて、で東松島の方の思いと一緒に花火を上げたっていうね、そういう素晴らしいお祭りがあったんですけれども、まあ、今ねソーシャルツアーとのその関わりのお話をしていただいたんですけれども、うん、はい、ソーシャルツアーの諸岡さんです。はい、もうね、そのソーシャルツアーとして、あの本当にど真ん中でこの1年間あの活動をされてきた経緯を、私も本当今日お話を伺わせていただけるのが楽しみでですね、ぜひカメラ目線で語っていただきたいなと思います。そうですね、はい、じゃあちょっとだけ、まあ、私もですね、さっき佐久間さんが、まあ、話されたように、そのきっかけはですね、もっと前なんですよ。で、2010年の忘れもしないんですけど、新庄隼人という男と会ったのが、あ、なんかいつもその辺にいらっしゃいますね。はい、ね、2010年10月11日なんですよね。で、そこで初めて銀座で会って、まあ、彼の話、はい、まあ、彼が思ってることとかいろんな話をこう聞かせていただいて、はい、まあ初めて会ったんですけど、3、4時間多分喋ってたと思うんですよ、2人 で、そこでいろいろ話をさせてもらって、彼がやりたいことが分かってきたのもあったので、私はできることだったら応援する、うん、はい、まあ、普段も仕事してるので。諸岡さんは全然普段は普通の会社員です。会社員の方なんですよね。はい、はい、なので日中は仕事をして、まあ 夜、はい、夜とかね、休みの日、はい、そういう裏の顔もある。いや、どっちが裏か思ってるか分かんないけど私も最近こういうことを言うとちょっと後で問題になりますけど、でもまあ、そういうきっかけがあって、はい、彼をなんかできることがあれば応援したい、そこからまあ始まってたんですね。はい、でよく彼がこうアイデアとして持ってるものとか、そういったも、もともとやっぱり彼もコミュニティ作りたいんですよね。あの横で聞いてるんであれなんですけど、やっぱり食べるものとか、それから住むところで、やっぱり安心して生活できる場所、それから人をやっぱりこう大切にできるようなもの、でその土地その土地にしかないいいものをどうやってこうあの、まあ、活性化させるかっていう、まあ、そういうコアな部分があって、でやっぱそれにすごく私も今の時代ってこうどんどんやっぱ変わってきてるじゃないですか。で物の価値もなんかもうコピー商品ばっかりで安くなって、本当に思いがこもった商品ってこの世の中にいっぱいあるはずなのに、それがどん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 お金とかそういう価値だけでどんどん変わってきてる、まあそういうのも私も感じてたし、だから彼が言うその物をこうなんか実現するきっかけとして、自分ができることだったら応援しようっていうのが最初のきっかけ。じゃあソーシャルツアーさんもその震災以前からそういった活動をもともとされてた団体？いや違います。ソーシャルツアーとしては、3月の12日に、はい、立ち上げられ、まあ、そうですね、11日震災があって、私も2時間歩いて、はい、会社から家まで帰って、はい、で翌日、まあ、いろんな映像がこうテレビの中で、はいはい、で朝8時過ぎか9時ぐらいでしたっけ、はい、彼から電話がかかってきて、で、モノさんやりましょうって言って、で、そこで電話で、多分4時間、5時間、6時間、7時間ぐらいずっと今できること、それからこれから必要になってくること、で、どうやったらそのあそこの 町じゃないですけど、そこを再生させる、人が本当にもう一回こう、笑顔で住めるような場所になっていくのかっていうのを電話でずっとやり取りをしてて、でその時に、構想として一つまとめたのがソーシャルツアーの一番ベースなんですね。なるほど、はい、企画書は今残ってて、はい、当時思ってたことと、はい、やっぱりできることとはその当時では全く違って、やっぱりこう見る世界、与えられる情報の世界でやられることってやっぱすごく限られてるっていうことにやっぱり気づかされたのが、最初にそのチャリティーのイベントをやって、でそこで集めた物資4トントラック1台分と、それから街行く人たちが募金してくれたものを、3月30日に、まあ、彼は持って行ったんですけど、そこでやっぱり見てきた現状と、それから人そこにいる人たち、そこで思ってたものとひっくり返って感じたものがいっぱいあって、でそこからもう一回一番今大切なもの何だろうな、だ本当に関わるにしてもどう関わっていいか分からないですよね。でもじゃあ聞き出せるのかとか、自分が持っていったものをやってくればいいのかっていう、多分そうじゃないなっていうことをまず最初にやっぱり感じて、
じゃあその時できることは何だろう、うん、それって多分横にじっといて、でなんでこの人隣にずっといるんだろうって興味持ってくれて、でもいつもいてくれる、なんかそばにいてなんか見守ってくれてる、そんな思いを感じてもらった時にねえって一言声かけてもらう。それまで待って自分たちはその人たちにできることをしよう、そういうスタンスでやろうっていうのを決めたんですね、うん、その3月30日、うん、なので私たちはそのよくFacebook とかにも書いてるその寄り添う支援をしていこう、うん、私たちがやりたいことではなくて、うん、本当に求められるときにそれをできる限りの最大の努力、それから人たちと集まって支える、はいはい、そういった支援のスタンスを取りたいな、うん、結局何かこうプランをすることはいくらでもできる、うん、アイデアを、うん、持っていくことができる、でもそこにやっぱり持っていってそれがこう一個ずつ形になっていく、はい、形作っただけじゃなくてそれ育っていかないといけないし、代々受け継いでいかれるものにならないといけないですよね。だって今言ってる人たちがいやとりあえず生活のために、うん、会社作りました、仕事を生み出しました、でもそれをいつか受け継ぐ人たちがやっぱ必要になってくる、そこの先にやっぱり未来の街が多分あると思う、はいはい、なので一緒にその街に住む人たちと一緒に作り上げられるもの、うん、そういったものをこうプランニングしていって、地元の現地の人たちと一緒に気持ちが乗っかるその時までじっくりじっくり待って大切に育てていく、そこでスタートしようみたいな、そういうスタンスでずっとやろうっていう形でずっとやってこらっしゃる。それに一番大きいのがその、まあ、花火もそうだったんですけど、はい、であれだってもともとはそのお祭り今年どうするっていうところから始まったんです。毎年やってたんですよね、東松島の松祭り、ね、ただ東松島としてやってるわけじゃなかった、はい、そうなんですか、だけどその、まあ、地域でやってあったんですけど、はいはい、今年お祭りどうする、うん、何のためにやるっていう話の中で、はい、いやそれどこじゃないじゃないですか当時って、そうもう、ね、でもその中でやっぱりこう一番大きかったのはそのお祭りを通じてみんなが注目してくれる、遊びに来てくれる、うん、その人たち、その外から来てくれる人たち、ボランティアさんも含めて、東松島の方たちがこの機会を使ってありがとうって伝えたいんですっていう、うんうん、だったら一人でも多くの人に関わってほしい、そのためにじゃあ花火っていうものをドカンと上げて注目してもらえたらいいよね、はい、それをユーストで配信したらいいよね、はい、でそして一人でも多くの人にかかってもらう、だから花火もみんなの募金にしたんですよね、100円、はいはい、子供たちがね100円と集めてくれ、クラスで100円ずつ集めてくれたお金とかが来たんですよ、はい、もう泣きそうでしたよ私、そうですね、そういうそのたくさんの人が関わることによって、はい、まあ、支援できること、うん、そうですよね、そういったものをこう大事ないし、できることをやっていきたいな、うん、で今もうやってるその写真の力もそうですけど、はい、あのお金欲しいとかね何か送るっていうものではないんですよね、はい、あれも写真を見て頑張ってねって一言書いて送る、これだけでもどんだけ心の支えになるきっかけになるかっていうものをやっぱりたくさんの人に感じてもらって関わるきっかけにしてほしいな、うんうん、そういうことを考えてやってるのが、まあ、ソーシャルツアー、うん、なかなかねこれ伝えるのも難しくて、うん、なんか少し苦労してるんですけど、でもとっても大事ですよね、そうですよね、そのスタンスって、うん、もうその辺を大事にしながら、まあ、活動してきたのがソーシャルツアーですね、で私はもう、もう単純に新庄がやりたいって言ってることをまあ、じゃあそれをどういうふうにできるかなっていう、まあ、もっぱら裏方が多いんですけどね、あれですよね、新庄さんと諸岡さんって全くタイプが真逆っぽい感じですよね、皆さん新庄さんをね直にご覧になった方はお分かりになると思うんですけれども、うん、全くこうタイプがね別々で、でも熱い思い志の部分でもう本当に初対面でつながったっていう、初対面というか、まあ、彼はその時どう思ってたか分かんないですけどそうなんですかねそういう意味で言うと、さっ
佐久間さんも同じですよね。全く初めて新庄さんとね会った時はお互いの全くバックグラウンドがわからない状態で、ね、でもこの人を応援したいってこう佐久間さんの女気にこう気がついたわけですよね。来ちゃいました、人肌脱いじゃうよみたいな。なんかその佐久間さんって素敵ですよね、うん、なんかこう誰かのために何かをするっていうのがすごくこう好きだっていうのをさっきもおっしゃって、うんうん、ね、なんかそういうこう気持ちが佐久間さんの活動のモチベーションになってらっしゃるんだなと思って、ね、そんな方がまたね、またそういうこう人を引き寄せちゃう、まあ、映ってないですけど新庄さんという方も素晴らしいですよね。素晴らしいですよね。そこしれっと入れますけどね、不思議な魅力ですよね、うん、まあ、確かにそうですね。でもなんか他、ね、知らない人からすると、うん、なんだあいつみたいな感じがするんですよね。ですよね。あの Facebook とかでもね、お顔が出てないですからね、全くこう分からない存在ですよね、うん、でなんかこう新庄隼人を語る座談会みたいにこう、なってきちゃってですけど、でも、ね、まあ、やっぱりね、そのやっぱきっかけってやっぱり、ね、その人から感じるものとかじゃないですか、はい、で、やっぱりでも特にやっぱり震災以前と以降で変わったなと思うのは、よく言葉として出てくるその、まあ、絆であったりとか、はい、家族愛であったりとか、やっぱり、ね、人の心をどうやってこう関わっていくか、人と接していくか、多分お父さんの家庭での、うん、その家庭に対する関わり方も多分変わってたりとか、うん、はい、多分明らかにこう変わっている世界がありますよね、うん、多分そこが一瞬一瞬がね、うん、なんか、うん、明日この空間がなくなるかもしれないっていう、うんうん、なんかそういうのがちょっと入りましたよね、うん、そうですね、私もすごくそこは感じました、うん、あの2時46分っていう時間を境にですね、うん、今まであってたのが当たり前だったものがなくなったりとか、うんうん、あのそういう、 こう天と地がひっくり返ってしまうようなこと、あの本当に被災地に実際に行かれた方は多分皆さん感じられたんじゃないかと思うんですけれども、あるべきはずのものがない、またここにあるはずのないものがあるっていう自分の中の三半規管が狂ってしまうような感覚というか、なんかこうだから今までの常識が一気に覆されてしまうような、そういうまあ暴力的と言ってしまえばそれまでなんですけれども、うん、そういったものをこう経験したことによって気がついたことってたくさんある、うん、それをやっぱり、ね、一番大きなことが人と人とのつながりだと思うんですよ ね、うん、なんか当たり前だと思っていたものに感謝したり大事にしようっていうふうに思ったりっていう、さっきねおっしゃったようにその人と人との絆っていう、ね、絆っていう言葉が本当に、ね、すごいありふれちゃったんですけど、ね、まあ、でも本当はすごくね、とっても大事なことで、今こう本当にソーシャルメディアとかね、はい、まあ、US もそうですし Twitter もそうですし Facebook もそうですし、はい、もう世界中全部つながってるわけじゃないですか。そうですよね。でこれってすごくこう、まあ、簡単にいろんな人と出会うこともできて、はいはい、新しいことをこう生み出すことができる世界がもうある、はい、でもなんかそこの中で逆に今度簡単につながれるからこそ、うん、あのつながって、うん、関係ない人はもう切っちゃってみたいな、うん、はいはい、そういったことが、うん、はい、自分に結局あの利益にかなう人たちとは大事にするけど、あのそれ以外の人はもうほとんど無視してる状態とか、うん、だって何千人も友達になって本当にフォローできるわけないじゃないですか、うん、本当そうですよね、まあ、実際はですよ、はい、でもあのやっぱりそのあのいいものを使ってやっぱりいろんな新しい人と出会っていくっていうのはすごく大事なんですけど、でも本当に何かをこうやっていこうっていう時に力を貸してくれたりって本当の友達っていうのをやっぱりこう一人ずつ増やしていく、やっぱそう増やしていくためには自分がどう関わるかっていうのが大事になったり、そのやっぱり出会ったきっかけが大事であったり紹介してくれた人が大事であったりとか、やっぱりそこに人間関係ってあるじゃないですか、彼がいてくれたから今がいるとかっていうのもあるし、なんかそういったものがこうどん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 埋もれちゃって、うん、大事なんだけどなんかちっちゃくなっちゃってるような、うん、そういった今の現状とかも、そのやっぱり震災があってね、人とつながりってなんだろうな、うん、本当に自分のことを心配してくれる人って何なんだろうなとか、うん、はいはい、一緒に何かを行動するってどういう人なんだろうなとか、うん、そういったことをなんかすごく感じて、うんうん、まあそれはずっとね震災以降もいろんな活動する中でいろんな人と出会ったりとか、うん、あのすごいいい人たちに恵まれて、うん、今まで今1年間続けることができたし、
もうそこにすごく感謝してて、でもやっぱり人ってできる時もあればできない時もあるじゃないですか。そうですよね。それってもうあの別にそのなんて言って自分を責める必要もないと思うんですよね。もう一生懸命やった人っていつかやっぱりエネルギー切れちゃうし、だったら充電してくださいよ、でまた充電して元気になった時また一緒にやりましょうよって、そんな簡単なことなのに、でもなんかこう自分を責めちゃう人もいて、なんとかねその人を元気にしたいなとかって思ったりとか、やっぱり継続していくことが大事なので、やっぱり自分のペースで、ね、やっていけばいいっていうことですよね。もあるし、やるときはやる、休むときは休む、でそこをきっちりやっていくっていう、でもやっぱりこう忘れないっていうのはやっぱり一つしかね、どっかで自分が元気になるときまた行くぞって、それがあれば私はすごくいいんじゃないかなと。またこうね、自分が元気になった時によしやろうってなった時にいつでもこう手を広げて待っててくれるのが、ね、ソーシャルツアー大事ですよね。安心して、そうなんですよ。だからソーシャルツアーって NPO にしようと思ったらできるんですけど、やらないのは結局自由に人たちがこう入ってくれる、それからやっぱりやらないといけないことってどんどん変わっていくと思うんですよ。だからそういったものにこう柔軟に対応するためにそのある、これをやるんだみたいなことはやっぱ決めない、決めれない、それは、それはだってニーズが変わっていくから合わせていかないといけないじゃないですか。そうですよね。だから今はそういうスタンスを取っていってるっていうのが、まあ新庄の考え方なんですけど、私もそれはすごく同意してるので、でも私も共鳴できます。素晴らしい。それはやっぱりこう佐久間さんのね、これからの活動にもすごくリンクする部分があります。そうですね、本当新庄さんや室岡さんのバックグラウンドで何も知らなくてもこういう話ができて、あの大きくうなずけることがたくさんあるっていうのは、なんかとてもこう、あ、なんだろう、嬉しいことで、なんか一個言えば100分かる瞬間ってあったりとかするじゃないですか、その時で、はい、多分ソーシャルツアーさん その大事にしてることって多分私すごくよくわかるっていうのがこう、自分の中で感じられるからすごく嬉しく思いますね。そうですよね。あの、ボランティアって、ね、日本ってなかなかする機会も今までなかったし、あのその教育を受けてるわけでもないし、でだからすごくあのしたい人がいるんだけれどもなかなか入れないグループとかそういうのもあると思うんですが、ソーシャルツアーってそういう垣根が全然ないんですよね。だからこの間も銀座でボランティアをしていた女の子とご飯食べてたら、ここ初めてだったんですね、私その方と、そしたらその方はずっと1年間ボランティアしたいと思ってここまで来て、それでインターネットで探したんですね、自分で、あのなんかキーワードを3つぐらい入れて、そしたら銀座のあのチームの東松島のボランティアにたどり着いた、それで行動を移した。でもそういうふうにね、自らが検索してそれで申し込んで行動するってすごい勇気がいることだと思うんですよ。そうですね。っていうか、多分それがきっかけでもっともっと彼女は自信を持って前に行動できるようになるよ、なるはずだと私は思うんです。だからその器をソーシャルツアーさんがこう持ってるっていうことはとっても、あの嬉しいことですね。まだまだね、そっちの方が嬉しいんですよ。そうやって考えてくれる人も、何かしたいけど何をしたいかわからないっていう方がね、たくさんいらっしゃると思うから、やっぱりソーシャルツアーとしてやってることっていうのは、銀座でそうやって実際に動ける場所をこう作れているんですけど、毎月やってるんですよね。でこれを写真の力を通じて、例えば大阪とか九州とかはもっと距離がある人たち、もう下手したら地球の反対側に行ってできることってあると思うんですよ。そうですね。メッセージを送るだけなんてね、できることもあるし、でそこで感じたものを素直にこう発信する、それをつなぐ場所っていうのがプラットフォームができれば、今は東北っていう日本の、場所かもしれない、でもこれが何かのこうまた何か起こった時にぐるっと軸変えてしまえば、それは、東南アジアのことかもしれない、でも一回つながってる人たちみんなで支えられるような、そんなベースが多分できるんじゃないかなっていう、まさにソーシャルツアーじゃないですか。本当ですね。すごい素敵ですね。まあこれは新庄の受け売りですから私は。
ね、素晴らしいですね。でもやっぱりこう、今大事なものってそういうことじゃないかなと思うんですね。そうですよね。で、東京に住んでると隣の人とほとんど顔合わせないし、喋らないしみたいな。そうそうそう。マンションの中にそうです。本当そうですよね。でね、すごくね、その辺が諸岡さんと佐久間さんのね、思ってらっしゃることな、なんか人と人とのつながりっていうのがベースにある共通点なのかなと思って、その佐久間さんもね、さっきたい焼きの話されたじゃないですか、そういえば私たちなんかが子供の時はそういう場所があったんですよね。あったんです。駄菓子屋さんね、おばあちゃんがいて、そこに学校が終わったら近所の子供たちが集まってとかね、そあそこに行けば ね、お母さんも叱るにも叱られないで住むところとか、ね、安心してあったんですよ、ね。で、本当にこうどこんちの子供とか関係なく、ここ大人が叱ってくれてとか、みんなで町のみんなで子供を育てるっていうコミュニティが存在してた。それがなんかこうだん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 こう世の中が便利になってくるに従って、あのそういうものがだんだん希薄になりつつあって、でも一つそういったところを見直す一つのきっかけももらったのが、まあ、3.11 なのかなっていうふうにも思いますし、ね、まあ、そこのところね、これから先また人と人とのつながり、人間関係なんだってことを野岡さんおっしゃられて、で、じゃ今後のね、じゃさらに展望としてどういったふうにソーシャルツアーが今後、まあ、ソーシャルツアーでもまた野岡さん個人でもいいんですけど、お考えになってらっしゃるんですかね。そうですね、ソーシャルツアーはさっき喋ったみたいに、こう誰でもできることがあるんだよっていうことをやっぱり知ってもらうきっかけにしていきたいなと思っていて、で今すぐできるっていうことはないかもしれない、でもあのメッセージを一言送るっていう、そこに関わってもらうだけで、もしくはツイッターやってたりとかフェイスブックやってる人たちがシェアしてくれたり、そのリツイートかけてくれたり、そうすると自分の知ってる人たちが広がってきますよね。でもその中の自分の友達が動くとかじゃないかもしれない、でもその情報っていうのは今バーっていっぺんに広がる、もうベースがあるじゃないですか、そうすると誰かの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 友達が僕それできるっていうかもしれないじゃないですか、そこにつながるきっかけをやっぱ発信するっていうのは誰にでもできると思うんですよ。例えばその別にソーシャルメディアだけじゃなくても、あの例えば友達にちょっとしゃべってそうですよね、だけどもし、今度銀座で何かやるんですよね、何かこんなことありみたいよみたいなことをぼろっとしゃべって、それは何かできる人っていうのを選ばなくても、おじいちゃんでもおばあちゃんでも子供でもいいと思うんですよ、そういった人たちにこう発信していく、一人に誰でもなれるんだっていうことをやっぱ思ってもらえると、そのきっかけがあったからこそダダダダダダってつながって、ね、めちゃくちゃお金持ってる人がこれやれよって言って、ドンってお金積んでくれるかもしれない。それはその人はお金かもしれない、この人はじゃあ行くことかもしれない、人それぞれできることが違う、そういった人たちをこうつなぐきっかけに、あのソーシャルツアーというものを持っていけたらいいなと思いますね。いや本当にこれからますます楽しみですね。楽しみですねってね、一言みたいに言ってないでね。これがその、まあ、楽しみっておっしゃっていただいたんですけど、その震災支援って楽しんでやることじゃないのかもしれないですね、本当は。だけど、そこで生まれるこう人のつながりとかっていうのは、めちゃくちゃすごい力を持ってるはずなんですよ。それは楽しまないとね。その力でやっぱり東北を支えたり、あのハイチの地震もまだ復興してないですよね。ああいったところにこうどんどん展開できたらいいなと。で、この前、ね、本当に新庄この前コートジボワールとか行ってましたよね、行ってましたよね。あれだってなんでそんなコートジボワールなんみたいな感じがするじゃないですか、でもそこってコートジボワールの人たちとつながることによってまた次のつながりができるかもしれないですよね、そういった先のこと、今できるからいいじゃん、今何があるからいいじゃんっていうところじゃなくて、できることを一個ずつ無理せずに背伸びせずにできることを一個ずつつないでいけば、きっと大きな力につながっていくと思うんですよ。そこには縁があったり大事にしてるものがあったりとか、そういったものがあるから行く、ただ単に行ってきてって言われて行くもんじゃないですよ、だけどそこの裏にある思いがやっぱそこにあるから行くっていう、いっぱいいろんなことを考えて彼も行動してるので、だからそれをただ単純に私は東京にいながら支えていきたいなと。なるほど、じゃああれですね、こう番頭役というかね、諸岡さんが行くから新庄さんが安心していろんなところにこう取り回れるというか、かな、
お互いがお互いをサポートし合ってるいい関係。私もやっぱ刺激もらってて、やっぱ生きる糧になってますよね、彼のいろんな話。素晴らしいですね、ありがとうございます。じゃあ、佐久間さん、今後の、はい、じゃあ展望としてね、え、はい、まあ本当私もやっぱ何だろう、形のあるものよりもこの見えない絆とか、はい、それをこうずっとこうつなげていくっていうことはとても大事だと思ってるし、はい、んですけど、何か何だろうな、やりたいこととか夢ってたくさんあって、はい、何から言ったらいいかわからないくらいなんですけど、うーん、ちょっと数年前から21世紀をより豊かに生きたいっていうのが自分の中の課題なんですね、はい、でそれは豊かに生きるって お金で豊かになることもあるけれども、本当気持ちを分かち合うことで豊かになったりとか、誰かを助けることで豊かになったりとか、助けてもらうことで豊かに、いろんな豊かさっていろんなあると思うんです。物かもしれないし、お金かもしれないし、でも心が、うん、そこに入っていてっていう、でそれをやはりこうずっと追求してこう課題にしながら日々送ってるんですけど、うん、特にねやっぱ将来こう分かち合いながら分かち合える社会作りたいなっていう、分かち合う、うん、共生、共に生きる、そうですそうです、はい、うん、やっぱり分かち合って、それは笑顔かもしれないし、はい、お金かもしれないし、うん、力仕事かもしれないし、本当野菜かもしれないし、なんかそういう自分の持ってるものを適材適所に分かち合いながらなんかいけるような、それがなんか豊かさの一つであって、あったらいいななんて思ってます、はい、うん、でまあ震災があったから余計そういう気持ちになったのかもしれないんですけど、もともとホテルマンで、若い頃はホテルでこう仕事してたっていうことがあって、そこの仕事の、はい、で私はとってもとってもいい素晴らしいものをいただいたんですね、はい、先輩たちからとか、その環境からいろんなしつけであったり、コミュニケーションの取り方であったり、でそれがあった時に、そのちょうど22歳ぐらい の時にお友達、まあ、仲間と同い年の仲間4人でホテル作ろうっていう話を、はい、夢にしていたんですが、まだ全然それ消えてないんですよ、はい、ますますやっぱりホテルが作りたくなって、いやこの番組夢を語っていいですかですからね、ね、で、ね、まあそれがあって、はい、それでまあ10年ぐらい前にそういう教育のことに携わるようになってからは、やっぱり学校って必要だよね、うん、でも本当に銀行ってもっともっと大事なのかもしれない、はい、で私はやっぱまあ、漠然と銀行と学校とホテルを作りたいっていうのが私の夢なんだけど、本当に必要な人のためのものを作りたいんです、はい、無駄なものではなくて、そういったものはやっぱり日々大きくなってきてるのは、まあ、これは仕事とは関係ないなんですけど、うん、そういう思いで日々過ごしてると、まあ、鍛えられてるんでしょうね、今回の1年間なんかも、うん、何のためにホテルが必要なの、何のために銀行を作りたいと思うの、うん、何のために学校を作りたいと思うのっていうのが、やはり特に 3.115 はもう本当問答してるような感じ、うん、ありますね、うん、だからいつかね、それが豆腐なのかもしれないし、うん、でも本当に必要な人にはそういうものがあっていいと思うし、作りたいです、うん、すごくそれすごく大事だと思いますね、うん、やっぱりこう震災、まあ、支援もそうですし、普段の生活もそうだと思うんですよ、うん、自分って何のために生きてんだろうっていうところまでこう多分来ることにもつながってくることだと思うんですよね、何のためにやってんのかっていう、どうやったらこう少しでもこう隣の人がね喜んでくれるような、そういう、うん、場作りができるのかとか、それをこう実現するためにこうまさにサポーターとして提供できるツールをこう作りたいっていう、多分そこをすごいな、ね、そうなんですね、そこで、うん、なんだろう、多分この 3.11 で悲しい思いをしている人たくさんいると思うし、その中で本当お父さんとお母さん亡くしたお子さんとかもたくさんいると思う、でその人たちがどういう成長をしていくのかっていうこともやっぱりみんなそれぞれ考えてると思うんですけど、うん、なんかその時に学校があったらなって思うし、社会に出るための訓練をホテルっていうところで
しつけを覚えて外に出るっていうのも一つの、それをサポートしてくれる銀行があって、そんな感じのことがね、ソーシャルツアーさんとできたら最高です ね、もうこれからぜひねえ、こんなの私一人でできるわけないから、いや本当みんなにね、でも同じ心の人たちで、うんうん、でもいろんな意味でのつながりだと思うんですよ、うん、その被災地の方とのつながりでもあり、うん、また応援する側の横のつながりでもあり、いろんなつながりが必要になってくると思うんですよね。なんかそうですね、あの何をしたいか、何を応援したいかって、こちらの思いだけではなく、何が求められているのか、どうすることで役に立てるのかっていうことをやっぱりこう考えていく。やっぱりすごく私印象に残ったのが寄り添うっていうね、うん、そのキーワードですよね、うん、本当に相手が本当にこう話したくなるまで気がついたら隣にいるって、多分私それってすごく大事なことだと思うんですね。でまた佐久間さんがおっしゃった分かち合う、うん、共に分かち合うっていうのがね、だからあの向き合うんではなく一緒にいるっていう、それが大事な形なのかなっていうふうに思いました。なんかすごくお二人は、まあ、当然男性と女性で違いますし、はい、今までね生きてきたバックグラウンドも全く違うお二人なんだけれども、なんかすごく同じ匂いを感じます、はい、そうです、はい、声です。なんかこれからねまたソーシャルツアーさんと佐久間さんの活動とともにね、ますます活動をねしていっていただけたらいいなと。やっぱこう一緒に何かをやっていくっていうのは、その思いを共有するってすごくやっぱり大事だと思うんですよね。そうですよね、うん、でやっぱりこうどうしても人ってこう、まあ、見える世界ってみんな人それぞれ違うじゃないですか、はい、例えば私はここを見てる、でも佐久間さん見てるところはこの先かもしれない、うん、でもそれ一直線上にないかもしれないじゃないですか、うん、でも一緒に何かをやろうとした時にその目線って多分合わせる必要があって、で今はここまで、2人でできるところでここまで、だからこのために今一緒にやろうみたいな、そういう目標をちゃんとやっぱり共有することがやっぱり力を最大限にできたりとか、やっぱり世の中っていろんなことがあるし、いろんな楽しい話もあるし、面白い話もあるし、魅力的な話もある、でも一緒にやりましょうって言った時には必ずここを2人でなんとかやるんだっていう、なんかそこをやっぱりこうコミットメントできるような、やっぱそういう人関係というか、やっぱりそういう付き合いってやっぱりすごく大事だし、うん、それが一番あの力を発揮できる場所なんじゃないかなと思って、はい、なんかこうね、まあブレずにじゃないですけど、そうですね、目線合わせでも、うんうん、もう普段全然違う生活をしてても、その思いの部分ってなったらもうバチッと合う、ね、さっき1言えば100分かるとかね、全然合ってなくても合った瞬間にはもうなんかこう和んじゃうみたいな、そういう同志っていうか、そんな感じですよね。でも1位って100分かるって多分すっごい難しくて、その分かったようになってるっていうのはそれだけ共有してるものが多分多いかなんですよ。やっぱ話をしてたりとか、普段こういろんなやり取りをする中で感じるもの、あこの人ってこのフィーリングなんだとかっていう共有してるものが徐々にこう積み重なってきて、ある時私こうなんだけどって、あそれ一緒ですよねって思えるっていう、はいはいはい、多分そこだと思う。そうですね、だから普段のやっぱり付き合いが必要だったりとか、はい、会って話をしたりとか、表情を見たりとか、なんかこう感じる、そういうことが大事なのかな、はい、そうですね。大変です、諸岡さん、はい、懸念していたことが起きてしまいました。本当ですか。時間オーバーです大変では、あのここで諸岡さんから、はい、あのここキンキン のソーシャルツアーの活動を皆様に。そうですね、直近では、はい、5月19日20日の日に、ソーシャルツアーとして、お手伝いさせていただくイベントが3つあります、はい、1つは、代々木公園でジャマイカフェスティバルに石巻焼きそばっていうものを出して石巻焼きそばが食べれるんですね、はい、でそこでこう炊き出しをやって、はい、で販売した売上金を石巻に持って帰ってもらう、はいはい、こういう一つからイベントです、はい、で同じ日19日に同じ銀座で、はい、毎月、2月から毎月やってる東松島の応援、の物産展やります、はい、で東松島だけではなくて、そこには気仙沼の、はい、ブースもあったり、茨城のブースもあったり、はい、東北を応援するプロジェクトの中の一つなので、はい、ここの現場を盛り上げるっていうことをソーシャルツアーとしてやっています、はい、もう一個その場所を盛り上げるために、はい、今度はチャリティーライブに挑戦します、
ライブですか。はい、はい、やっぱその盛り上げ場所を盛り上げてくれるアーティストさん、はい、そこの思いを共有、さっきの話なんですけど、はいはい、共有できるアーティストさんと一緒に銀座をバーッと盛り上げて、で東北の今を知ってもらう、そういった場にしようと、いうふうに今準備を進めてます。ボランティアを募集して、まあ、参加してくれる人も遊んでくれ、はい、一緒に遊びに来てくれる人も、はい、情報を拡散してくれる人も、もう何でも関わり方は、はい、ありです。ですのでまたぜひ探してみてください、はい、どんな形での参加でも OK ですね。本当に多くの方に関わっていただきたい。そういった情報はソーシャルツアーのホームページとかを見れば、はい、詳しく書いてありますかね。あとフェイスブックもありますもんね、はい、私か新庄か、はい、その辺にうろうろしていますので、はい、じゃああれですか、その19、20その銀座に行けば、謎の新庄隼人さんの素顔も見れちゃったりかもしれない。そんな特典も多分見れ、ね、はい、新庄さんを探せ的な感じでね。はい、わかりました。じゃあぜひね、楽しみ、5月の19、20、はい、19、20日ですね。佐久間さんにもご協力いただきますけど、はい、あ、佐久間さんにもお会いできる、はい、いえ、劇界の素晴らしいメンバーが待っててくれると思います。あ、なるほど、わかりました。で、ね、本当に皆さんでこう力を合わせて、はい、5月の19、20、この2日間は本当に皆さんでね、復興支援を頑張りたいと思います。じゃあ、まあ、最後にですね、本当に今日はありがとうございました。もう本当にもう最初にこうね、悪い予感はしてたんです。絶対時間足りないなって思ってて、そこはちょっとこう気をつけなきゃなと思ってたんですけど、気がついたらもう時間がねオーバーで、でまあ本当にでも夢を語っていただいて、でも夢っていう形でお話をいただきましたけれども、しっかりとしたもう佐久間さんにしても諸岡さんにしても、もう先のビジョンとして明確になってますよねっていうのをね、本当にやっぱり力強いお二人、普段はね社会で活躍されているお二人、そして個人の思いとしてまた活動もされている、本当に素晴らしいし、これからも誰かを応援したくなる佐久間さんを応援したいと思います。ありがとうございます。嬉しい。はい、ありがとうございました。ですね、じゃあ皆さん、あと今日もお楽しみいただいた夢を語っていいですか。残念ながらお別れのお時間となってしまいました。最後にですね、私の方から一つご案内をさせてください。5月の1日、ゴールデンウィークがいよいよ今年も始まりますけれども、5月の1日、池袋のロサ会館の地下2階で、今和の清志郎トリビュートライブというイベントがございます。でこちらの方に我が KW スタジオの方でもこうサポートさせていただいておりまして、ユーストリームで生配信をさせていただくことになっております。ですので池袋ロサ会館 B2 ですね、今和の清志郎トリビュートライブ、清水学さんほか素晴らしいアーティストの方が参加されるライブです。こちらの方もどうぞ楽しみになさってください。では今夜もお別れ、この時間でお別れになってしまいます。また来月もこの番組この時間でお会いしたいと思います。そして5月の19、20は銀座代々木公園でお会いしたいと思います。それではありがとうございました。さようなら。さようなら。さようなら。